旅人、気をつけた方がいい。今は観光に向いてない。あ、なんかあったのか？ああ、出るはずのない遺跡守衛が出没してるとの目撃情報が多数届いてるんだ。それらの出所を調べたところ、ある遺跡から突然出てきているということが分かった。誰かが起動させたってことか？分からない、まだ情報が少ないんだ。それにあの遺跡はかなり不気味で、中からカラカラっていう音が聞こえる。本部の許可が下りるまで我々も探索できないんだよ。とにかく一般人に被害が出ないよう、今は見回りを強化するしかない。確かに一般人が遭遇したら危ないもんな。心遣いはありがたいが、それで貴殿が危険な目にあったら申し訳ない。こいつは強いから心配ないぞ。そうなのか。それなら山腹で遺跡守衛の足跡を見かけたんだが、通行人に注意することで精一杯でまだ調査できてないんだ。ああ、それを調査してほしいんだな。任せろ。千眼老虎、揺るぎない。ありがとう旅人。見回りが終わったら俺も合流する。これがあの兵士が言ってたものだな。あ、ここにもあるぞ。どうやら遺跡守衛はこの辺りで活動してるみたいだ。足跡がここまで。あ、あそこに遺跡守衛がいるぞ。ついていきます。違う、こいつの名前は毒眼坊だよ。毒眼坊？そんな可愛い名前だったっけ？うん、お兄ちゃんが教えてくれたんだ。僕のお兄ちゃんはおもちゃ屋の販売員でね、こういうのを売ってるんだ。今リーユエのおもちゃ研究所にいて、毒眼坊はそこで生まれたって。お姉さんもおもちゃ好きだよね。飛んでるそれは最新型かな。話せるんだね。おい、オイラはおもちゃじゃないぞ。ご苦労さん。何か、おや、
この坊やはよその国の子かい？さっき知り合ったんだ。坊や、この辺りに人殺し機械が出没してるんだ。危ないぞ。人殺し機械ってこんな感じの？そうだよ、こいつもだ。動き出したらまずいぞ。人殺し機械なんかじゃないよ。毒眼坊は正義の味方だ。毒眼坊？お姉さん、毒眼坊の悪口を言ってる人は悪いやつだから相手しちゃダメだよ。坊や、俺はただ心配で。すまない、子供の相手は苦手なんだ。この子のことはオイラたちが何とかするよ。ああ、助かる。俺は見回りを再開するが、その子を安全な場所に連れて行ってくれ。ここは危ないんだ。へへ、毒眼坊が悪いやつを追い払った。あ、僕はテンセル。お兄ちゃんを探すためにスネージナヤから来たんだけど、居場所が分からなくて。スネージナヤか。そうだ、こういう時は、はい。お、なんだ、重いぞ。これは、お兄ちゃんからもらったんだ。これを気になる人に渡せば相手も優しくしてくれるって。すごい理屈だな。これでスネージナヤからリーウェイまで来れたのか。テウセルはお金持ちの子なんだな。おもちゃ売りは儲かる仕事だったのか。本当に？お姉さん、ありがとう。じゃあ僕と指切りしてよ。指切りゲンマン、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。スネージナヤらしい指切りの歌だ。しばらく子守するしかなさそうだな。でもどこを探せばいいんだ？スネージナヤと関係がある。あ、そうだ、北国銀行に行ってみるか。もう出発するの？お兄ちゃんに会えるかな。皇子様、それはよろしくないかと思います。一回だけだしいいじゃないか。ぎっ、こいつもいるのか。お兄ちゃんだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。この声、まさか。ああ、テンセルだ。兄ちゃんへのサプライズかい、テンセル。スネージナヤに戻らないと会えないと思ってたよ。トーニャ、それからアントン、みんなはどう？元気かい？みんなお兄ちゃんに会いたがってるよ。トーニャお姉ちゃんは毎日お兄ちゃんの無事を祈ってた。待って、テウセル、どうやってリーウェイに来たんだい？連絡も何もなかったぞ。お兄ちゃんが乗ってるかなと思っておもちゃ売りの船に乗ったんだけど、船を降りた後歩いてたら毒眼坊に遭遇したんだ。毒眼坊が悪いやつを追い払って、それからこのお姉さんと一緒にここに来たんだ。なんか兄弟揃ってモラをくれるんだな。危ないぞ、テウセル。会えたのは嬉しいけど、もうこういう危ないことをしないと兄ちゃんと約束してくれ。あ、わかった。お兄ちゃんごめんなさい。怒ってないよ、心配してるだけだから。それにこの二人じゃなかったらもっと危なかったぞ。ちゃんとお礼は言った。
ちゃんと言ったよ。やっとオイラたちに気づいたのか、お兄ちゃん。ごめんね、家族はいつだって最優先だ。どうか分かってほしい。それに今は敵対する理由もないし、立場上の問題は一旦忘れてくれよ。俺たち仲良くしてたじゃないか。あの件に関して俺たちはただの駒に過ぎない。後片付けは対局をしていた当事者に任せよう。俺が気にしているのは俺たちのあの一戦だけさ。なんだ、もう一度やるのか。このタルタリア、前と違って次は簡単に負けないよ。おい、今からやるのか。今回はいいや、子供の教育に良くない。喧嘩？お兄ちゃんはこのお姉さんと仲悪いの？まさか。もう一度礼を言うよ。弟を送ってくれてありがとう。俺にとって大事な家族なんだ。そういえば聞きたいんだけど、テウセルのお兄ちゃんはおもちゃ販売員だよな。でもお前はファデュイ。それは。子供にとっておもちゃ売りは人気のある仕事だろ。それに家族にはファデュイ、国の闇に触れてほしくないんだ。俺が女皇に使われていることを知ってる家族もいるけど、末っ子のテウセルには、俺はスネーシナヤで一番人気のおもちゃ販売員、今はリーユエのおもちゃ研究所に所属してるんだ。わあ、お兄ちゃんすごい。毒願望の相棒だもんね。テウセルの前では会わせてほしい。頼む。そうだ、エカテリーナ、回収の件今から出発するから。逃げようとしてるじゃないか。しかし、コイ様に借金回収をさせるなんて、それは仕方ない。賭けであのデッドエージェントに負けたんだから、体を動かしてくるよ。おもちゃを売りに行くの？ああ、テウセルと一緒にいたいけど仕事があってね。このお姉さんに相手してもらおうか。お前んちの家政婦か。うん、このお姉さん好きだよ。それに一緒にいてくれるって指切りしたもん。うん、テウセルは君のことが好きだって。それに一緒にいるって指切りしたらしいね。頼んだよ。あとこのモラを受け取って、活動資金としてね。テウセルにリーウェイを案内してあげて。何かあったら俺は聖教ラ付近の川辺にいるから。ではまた。あれ、あの色とりどりの羽みたいなものって何？タコだよ。リーウェイで大人気のおもちゃだ。珍しいお客さんだね。その服、スネージナヤから来たのかい？へへ、そうなんだ。このタコっておもちゃはどう遊ぶの？風が吹いているときにそれを空に飛ばすと高く飛ぶの。わあ、すごいね。毒願望柄のタコはないかな？毒願望って？みんなに知ってもらいたいから毒願望を飛ばしたいんだ。オーダーなら受け付けているけど、でも図面が。僕
が描いた独眼棒でいい？ずっと持ち歩いてるんだ。それならやってみよう。でもオーダーメイドは高いけど大丈夫かね。講師からもらった活動資金があるから大丈夫だぞ。また。でも無駄遣いは良くないな。同じこと考えてたみたいだな。とにかく値段交渉しようぜ。まあ引き受けよ。ネギリに付き合う元気はないからね。その値段でいいよ。ありがとう。ええ、任せなさい。次はバンミントンに行ってみようか。せっかくリーユイに来たんだし、おいしいものを食べないと損するぞ。いや、3名様かな。このレストラン、なんかすごい匂いがする。うすごい匂いなあ。この万民堂定番の激辛料理のものかな。激辛？でも僕辛いの苦手。それは残念だ。辛いのが苦手なんて人生の半分を損してるぞ。そんなにか。あと砂糖をいっぱいに入れて特製初絞りの植物オイルじゃないとダメなんだ。お坊ちゃまだ。万民堂の料理は口に合わないだろうな。場所を変えようか。注文はそれだけか。他には。あ、ウー師匠、それって万民堂の料理はみんなの口に合うからこそ万民堂なんだ。それくらい満足させることができなきゃこのウー師匠も料理人失格だよ。料理人の執念を感じる。じゃあ、ウー師匠に頼んでここで食べるか。うん。先に言っておくが、コース料理のカスタムは通常料金より少し高くなるぞ。もちろん、瑠璃亭や新月軒ほど高くならないが。有料のカスタムが流行ってるのかな。でも値段に関しては交渉させてほしいな。まあ、いった。他のお客さんの食事に影響を与えたくないからその値段でいいよ。やったー、ありがとう。好きな席に座って、すぐできるからな。おいしいよ。甘すぎる。もう飽きた。僕はちょうどいいかな。この味はトーニャお姉ちゃんの料理とそっくり。でも
リエユエの料理をテウセルに食べてもらうために来たのに、なんか違う気がする。まあいいや、次はどこに行きたいんだ？不当がいい。お兄ちゃんのことで頭いっぱいだったから、まだ不当をよく見てないんだ。ああ、確かにリーユエコーの不当は面白いかもな。ああ、広いし賑やかだね。ここの波はずっとこうなの？凍ったりしないの？リーユエの気候だと凍結することはないと思うな。今までは旅人のガイドだったけど、せっかくだからテウセルにも説明してやるぜ。ここはリーユエのビジネスの要所で、貿易を中心に発展するリーユエ港は七国最大の貿易港なんだ。商船の他に漁船や貨物船もたくさん寄港して、その物資の補充とか、それも港の積み下ろし量の、途中までしか暗記できなかった。オイラの言葉で説明するとだな、そう、この港はテイワットの口みたいなもんだ。各国の船はみんなこの口に入る。その後、港は船や貨物を食べて、最後、リーユエコーはお腹いっぱいになって、モラがいっぱいってわけだ。ねえ、あの大きいフックは何？見てみたい。おい、勝手に行くなよ。てか、話聞いてなかったな。大きいフック、近くで見たらもっと大きい。これは錨といって、船を止めておくために使われるものだな。錨、うん、覚えた。でもやっぱヒゲ船長と似てるな。ヒゲ船長？変わった名前だな。毎年僕の誕生日にお兄ちゃんは大きいおもちゃをくれるんだ。ヒゲ船長、鋼のジャック、アイアントニー、みんな庭に置いてるんだ。そうだよ、だから持ち歩けないんだ。残念。使用で工業資源を使う執行官と、それを黙認するスネージナや、今なら遺跡守衛をおもちゃだと思うテウセルの気持ちもわかるな。でも一番好きなのはやっぱり独眼棒。今回お兄ちゃんと会う以外に一番したいのは独眼棒と遊ぶことなんだ。あ、お魚が売ってる？見てみたい。おい、勝手に行くなってば。お魚屋さん？リーユエのお魚はこんな感じなんだ。小さい。誰の魚が小さいって？若いのにもう冷やかしを覚えてるとはな。子供なんだから気にしないでくれ。でもさ、ここの魚は十分大きいと思うけど、テウセルが見た魚はどれぐらい大きいんだ？パイモン200匹分くらい？故郷の伝説に出てきたお魚でね、とっても美味しいんだ。
をしたらお兄ちゃんは海に出てお魚を捕まえに行ったんだ。数日後、お兄ちゃんがそのお魚を肩に担いで戻ってきてね。すっごい嬉しかったな。それ本当に魚？冥界巨獣とかじゃないよな。ねえお姉さん、あそこの船を見に行こうよ。どうしたんだ？疲れたのか？なんか不機嫌だな。お兄ちゃんに会いたい。さっき会ったばかりだろ。でも会ってすぐに別れたんだよ。ねえお兄ちゃんに会わせて、お願いだから。わがままには耐える必要があるな。よし、結構長くテウセルの相手したしな。ベストは尽くしたよな。講師は聖教裏の川辺にいるって言ってたし、探しに行ってみるか。やったー、行こう行こう。いた、講師はあそこだ。応答団の人と話してる？君たち、俺がここに来た理由わかるよね？いきなり何なんだお前。仲間になりたいならはっきり言うが、お前みたいなチャラいやつはお断りだ。想像力が豊かだね。スネーシナや女皇陛下の名において君たちの無礼を許そう。さあ我が名を聞くがいい。お兄ちゃん、今おもちゃの営業してるの？すごい、お兄ちゃんの仕事しているところを見てみたかったんだ。あ、我が名は、スネージナヤトップのおもちゃ売りだ。かっこいい。ああ、なんか俺たち舐められてないか？で、どうだい？3ヶ月前に出たスネージナヤのおもちゃ、値段は60万モラ。一括でお願いね。おもちゃ？いくらだって？その金で医者に見てもらうつもりか？ほら、やっぱおもちゃ販売員がいるとみんな楽しくなる。もう一度言うよ、スネージナヤのおもちゃ3ヶ月前60万モラ一括で。おもちゃ売りさんよ、同じ冗談も2回目は面白くないぜ。それとも単に殴られに来たのか？はあ、話が進まない。こうしよう、俺がしばらく君たちの仲間に入ってあげるから払ってくれない？ますますわけがわからない。お前ごときが報道団に入れるわけないだろう。では実力を証明するチャンスをくれないかな、先輩たち。一応自信があるからね。ふん、諦めの悪いやつだな。いいだろう、お前の実力を見せてもらおう。俺たちがここにいるのはこの付近でお宝を見つけたからだ。しかしそのお宝は手強くてな、まだ手に入ってないんだ。俺たちの前でそのお宝を手に入れたら認めてやる。もちろんそのお宝は俺たちのもんだからな。
冗談はやめろよ兄貴。こいつにできると思ってんのか。入団テストってことだね。面白い。他人に試されるなんて久しぶりだ。お宝は向こうの崖だ。お前の本気を見せてもらおうか。問題ない。君たちこそちゃんと見届けてくれよ。取ってきたよ。はい、どうだった？悪くないだろ。兄貴どうするんだ。こいつただものじゃないぞ。旦那、話し合うから少し待っててくれ。入団テストなんかじゃない。あいつ自分の武力を誇示してるぞ。正直俺ら3人がかりでも勝てそうにない。なあ、まさか俺たち合同にあったんじゃないか。でも身綺麗だし、さすがに俺ら報道団を狙うわけ。まさか何か裏が。スネージナヤ3ヶ月60万。わかったぞ、業界用語だ。3ヶ月前に兄貴がスネージナヤの銀行で60万借りた件、まだ返してない。借金を催促しに来たってことだな。でもなんで遠回しな言い方をする必要がある。それはな、顧客のプライバシーを守るために業界用語にこだわる業界もあるらしいんだ。確かに催促されるのは恥ずかしいしな。プロ、まさにプロだ。敵に回さない方がいい。その販売員さん、すまないが報道団には入れることができない。おや、不合格ってことかい。報道団って案外厳しいんだ。いやいや、報道団に会えるにはもったいないってことだよ。おもちゃの状況は把握した。60万後で支払いに行くから。なるほど、では毎通り。お金さえもらえればみんな喜ぶ。そうだね。はい、まさにその通り。わあ、さすがお兄ちゃん、かっこいいね。講師様、ここにいらっしゃいましたか。先日新兵が。ちょっと君、今お客さんがいるのが見えないかい。客？失礼しました。ただ本土からの新兵がリーウェに到着しまして、指導のご準備を。今から？今ちょっと。講師様、大変申し訳ございませんが、新兵はもうレイク館の方で待機してます。執行官の指導により
女皇陛下のご意志の洗礼を受けてもらうルールですから。今リーウェにいらっしゃる執行官は皇子様のみ。みんながあなた様を待っています。わかったわかった、行くよ。こっちの話が済んだらすぐ行くから。お兄ちゃん、また仕事？そうだよ、故郷から来た新米販売員たちが兄ちゃんの指導を待ってるんだ。わあすごい、僕もおもちゃ販売員になりたいから一緒に行ってもいい？それはテウセルにはまだ難しいと思うよ。そうだ、旅人のお姉さんに遊んでもらおうか。でも先に行くよ。テウセルの他に兄ちゃんを待ってる人たちがいるからね。また後でね。弟大好きなのに相手してあげられないなんて、あいつも大変だな。だよな、おもちゃ販売員とか言うから。家族に闇を触れさせないためにここまでするとはな。まあリーウェイにいる間は少し会わせてやろうか。ところで、テウセルは？話に集中してたらテウセルがいなくなった！ありえる、あいつの話を聞きたいって言ってたし。とにかく